遥か昔、世界を支える大樹カーラーンは滅び、世界は天の意向により二つに引き裂かれた。それから長い時間を経たある時、再生の巫女は大樹カーラーンに代わる新たな世界樹を誕生させる。そして二つの世界、シルバラントとテゼアラも一つの世界となって生まれ変わったのであった。新時代の幕開けかと思われた。だが、文明の進んだテセアラの人々はシルバラントの人々を蛮族と蔑み、シルバラントの人々はこの世界を生み出した再生の巫女と彼女らを擁立するマーテル教会を憎んだ。そしてさらに襲いかかる世界の悲鳴ときしみ、灼熱の砂漠に舞う白い雪、枯れ果てた死の湖、溶け始めた氷河、焼け落ちる森林、それらの異変は人々の心に飛び火し、一つの鬼子を生み出すに至った。虐げられしシルバラント人が身を守るために組織したレジスタンス、テセアラとマーテル教会を諸悪の根源とし、抵抗運動を続けるシルバラント解放戦線ヴァンガードである。こっちだ、急げ。エミルも早く。このままだとロイドに殺されて。誰に殺されるって？ロイド・アービング。パルマコスタは町を挙げてヴァンガードに加担し、マーテル教会と巫女をないがしろにした。その罪、万死に値する。エミル、お前は逃げろ。逃げて生きろよ。
大丈夫か？君が助けてくれたの？お母さん！今の遠吠え、どこかで聞いたような気のせいかな。おはようございます、フロルおばさん。今の遠吠え、明け方からシノワ湖の湖底に魔物が入り込んでるのよ。すみません。どうしてエミルが謝るの？あの嫌な子、グズグズしてて。まるでラナ姉さんに似てないし、きっとレイソルの血が濃いのね。ごめんなさい。また魔物の声、噴水広場の方から聞こえるけど。ロイド、おい、エミル、見たぞ。ロイド様にお辞儀しろよ。したよ。してねえよ。お前、やっぱりロイド様が嫌いなんだろ。だからロイド様が再生したこの町を壊そうとしてるんだな。何のこと？とぼけるなよ。お前が来てから、シノワ湖が枯れて魔物が増えたんだ。お前、化け物使って町を襲わせようとしてるんだろう。違うよ。じゃあ証明しろよ。え？ロイド様の像に忠誠を誓え。そうすれば信じてやるよ。さあ誓えよ。
どうしたんだよ。誓えよ。やだ。お母さんとお父さんを殺したロイドに忠誠なんか誓えるもんか。聞いたぞ。それが本音だな。違うよ。今のは、そういうんじゃ。黙れ、化け物。成敗してやる。失せろ。なんだよ。失せろ。お前は。怖い。なんでもない。お前、もう少ししっかりしろ。怖くてお礼が言えなかった。こんなだから僕、友達ができないのかな。友達、欲しいな。けど、僕なんか。なんでもない。お前、もう少ししっかりしろ。しっかりしろ、か。そうだよね。やっぱりさっきの人にちゃんとお礼、言わなきゃ。なんだ？怖い。話がないなら、俺から聞きたいことがある。え？はい。確か、エミルだったな。お前、額に赤い宝石のようなものをつけた少女を見かけなかったか？え、いえ。なぜそんなに怯えている？勇気は夢を叶える魔法。え？昔、頭のネジの緩んだ人間がほざいていたセリフだ。ロイドへの忠誠を拒んだとき、お前の中には勇気が湧いていたんじゃないのか？人の顔色だけを見て、媚びへつらい逃げる奴は豚同然。いや、それ以下だ。お前は豚か？それとも人間か？僕は。せいぜい人間であるんだな、エミル。勇気は夢を叶える魔法。僕は化け物なんかじゃない。人間だ。固定だ。固定の方から聞こえる。どうしよう。気になるけど、固定に降りるには街の外に出ないとダメだし、勝手に外に出たらフロロおばさんに怒られるし。
呼ばれてる気がする。アルバ、どうしたんだ、血相変えて。アルバおじさん。お前か。神器臭い顔を見せるんじゃない、お前ってやつは。ごめんなさい。まったく邪魔なやつだ。いいか、うちでおとなしくしてろ。お前の姿を見ると町のみんなが不愉快になるんだ。こんなバンガードかぶれのガキなんてほっとけよ、アルバ。それより何があったんだ。ねえ、大変なんだ。シノワコの固定に見たことのない魔物が来て、自警団が何人かやられた。何？俺は応援をかき集めてくる。お前は町長に報告してくれ。わかった。またあの遠吠え。今なら固定に行けるけど、だけどおじさんたちに怒られるのは怖いよ。人の顔色だけを見て媚びへつらい逃げるやつは豚同然、いやそれ以下だ。やっぱり行こう。僕は人間だ。どうしよう、ここまで来ちゃったけど。うわあ！このままじゃ死んじゃうよ、もうやだよ。危ない！勇気は夢を叶える魔法。え？昔、頭のネジの緩んだ人間がほざいていたセリフだ。ロイドへの忠誠を拒んだ時、お前の中には勇気が湧いていたんじゃないのか？戦う！お疲れ様。ところでここは危ないから君は逃げた方が。君は？え、何？私のこと覚えてない？人違い？うん、そっくりだけどな。何のこと？何でもない。ごめんね。とにかく早く逃げた方がいいよ。それじゃあ。待って。何？私急いでるんだけど。助けてくれてありがとう。僕はエミル。君。私はマルタ。それで？ここ、危ないなら、君も逃げた方が。危なくなったら、また、助けてくれる？だけど、助けてくれたのは君。覚えてないんだもんね。ごめん、変なこと言って。私もう行かないと。それじゃあね、エミル。
額に赤い宝石。確かエミルだったな。お前、額に赤い宝石のようなものをつけた少女を見かけなかったか？もしかしてさっきの男の人が探してたのはマルタだったのかな。知らせた方がいいよね。エミル、お前どうしてこんなところに。ごめんなさい。なんてクソガキだ。とことん厄介者だな。お前は、お前がロイド様を目の敵にするか、うちがヴァンガードに加担してるんじゃないかって後ろ指刺されてるんだぞ。さっさと家に帰っておとなしくしてろ。帰ったら戦艦してやる。エミルか。エミル、リヒター殿と知り合いだったのかね。その先ほどマルタの行方を尋ねようと声をかけた。そうでしたか。リヒターさん。なんだ。額に赤い宝石をつけたマルタがいたのか。どこだ。はい、はっきりしろ。エミル、落ち着いて説明してごらん。シノアッコ、魔物の出る、この間見つかった。もういい。長々、エミルをお借りする。エミル、マルタにあった場所まで案内を頼めるか。はい。強引な人だな。まあいい、エミル、案内して差し上げなさい。ただし魔物には気をつけてな。すみません、お待たせしました。必要以上に謝るな。豚になりたいのなら止めないな。ごめんなさい。もう謝るな。さっきは怒鳴ってすまなかった。リヒターさん、何をグズグズしている。早くマルタと会った場所へ案内しろ。エミール、また戻ってきたのか。いい加減にしろ、この疫病神が。さすがヴァンガードのお仲間だな。おいっ子とはいえ、アルバもとんだ厄介者を引き取ったもんだよ。すみません。エミルを俺が町長の許可を得て連れてきた。そこをどけ。町長が？しかし。どけ！何をグズグズしている？おい、エミル。まあ、待て！その奥は魔物が！それがどうした？危険だと言ってるんだ！あんたが行くのは勝手だが、うちのエミルは置いてってもらおう。疫病神じゃなかったのか？エミル、お前はどうする？僕。残りなさい、エミル。うじうじとはっきりしない奴だな。豚ですら自分の意志はあるもんだ。男ならはっきりする。なんなんだあいつは。さあ、行くぞ、エミル。
僕行くよ。エミル、行くんだ。あのリヒターさん、行くぞ。え、一緒に来るんじゃないのか。はい。俺の足を引っ張るなよ。自分の身は自分で守れ。フォローぐらいはしてやる。はい。エミル、魔物と戦ったことはあるの？まさかないのか。ちょっとだけあるのか。2回ぐらい。俺に聞くな。ん？おあつらえ向きのやつが来たな。魔物。よし、もういいだろう。今のは特技というやつだ。戦闘を重ねて強くなれば自然と覚えられる。特技、僕にも覚えられるのかな。いずれはな。ところで戦い方は分かったか。多分。そんな顔をするな。俺がフォローしてやると言っただろ。お前にこうして道案内をさせた以上、必ず守ってやるから安心しろ。はい。なんだ？リヒターさんって、どうしてマルタを探してるんですか？それはお前が生きるために必要な情報なのか？え？そんな大層なことじゃなくて。ただの好奇心なら答えるつもりはない。すみません。必要以上に謝るな。あ、俺は人間に対して高圧的すぎるとよく言われる。あいにくと直す気はないが、別にお前に悪意があるわけじゃない。ありがとうございます。別に礼を言われることでもない。あ、すみません。エミル、止まれ！おっとするな。敵に突撃する気か。すみません。いいか、歩き回る魔物に接触すると戦いになる。今のお前のようにただ何も考えずぼーっと接触すれば、敵に背後を取られるだろう。接触の仕方で不利になるってことですか？そうだ。背後から襲いかかればこちらが有利だが、逆に背後から狙われればこちらが不利になる。戦うにしろ逃げるにしろ、敵の動きと向きには注意しろ。出なければ死ぬぞ。はい、わかりました。それとな、これ以上お前にぼーっとされるのも迷惑だから言っておくが、俺は別にお前の礼の言葉が気に入らなかったわけじゃない。俺は感謝の言葉も謝罪の言葉も適切な時に適切な量だけ伝えればいいと思っているだけだ。はい。気持ちは言葉にすれば軽くなる。しかし言葉にしなければ伝わらない。だから最低限のことしか言いたくない。それだけだ。はい。こんなに説明させられたのは初めてだぞ。